ビデオダイアリー、November the 5th, 2022, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌、2022年11月5日、土曜日、林博士です。こんにちは。謎解きはいつも感動の連続ということになります。というか、謎を解くこと自体よりもですね、つまりは神との対話と言い換えた方が正確なのかもしれませんけれども、神との対話はいつも感動に包まれているということなんですよね。実は今朝も感動しました。このところ時々ですけども、ビデオカメラにはそうした様子を撮影することはできませんでしたが、つまりこれからお見せするような現象が私の身辺で起きています。四五日前はですね、まさに黄金色の鋭い直線って言いますかね、目に眩しいというよりも目に染み入るような黄金の直線がですね、私の目の前をスーッと横切っていきました。黄金です。はい、静かな静かな黄金色でした。ということは別にしてですね、今朝も大きく言ってますか、大きく感動というのはおかしいんですけども、いつものようにですね、6時少し前に、まあ、寝室を出てですね、そして書斎に入った時のことです。で、何気なく私は自分の部屋を見回しましたと言いますか、最初に目についたのがですね、部屋の、まあ、正面突き当たりやや右上に飾ってある写真なんですよね。その写真はですね、アンドレア・デル・ベロッキョが描いたと言われているセント・ジェロームの、まあ、像ということになるわけですよね。あのアンドレア・デル・ベロッキョの描いたセント・ジェロームの絵はですね、もう絵という範囲を超えています。汗のってますかね、感染、汗の感染ダブってますけども、感染一個一個まで頬のね、正確に書かれています。そして拡大してみるとわかるわけですけども、その感染の一個一個にまでですね、影がつけられています。その影の方向はですね、つまりは全体を、まあ、その像全体がですね、受けている影の方向と寸部のいわゆる矛盾もないということですね。極めて精緻な絵ということになりますが、それがアンドレア・デル・ベロッキョの描いたセント・ジェロームの絵ということになります。その絵をですね、高精細版 HD 版がですね、まず簡単に手に入りますから、それをですね、私 A4 版に焼き直してですね、ずっと壁に貼ってあります。そのセント・ジェロームの写真を見たその瞬間のことなんですよね。この5ヶ月間全く気がつかなかったんですけども、その写真を見た途端に大変な事実に気がつきました。というのは、その前にもう一つ話をしておかねばなりませんけれども、5月31日、2022年の5月31日、今日で、5ヶ月と、4日、5日、6日になるんですかね、になりますけれども、今から5ヶ月と6日前にですね、この私の今の話している書斎の中をですね、超小型の UFO がですね、最初の5分か10分の間だけで60機飛び回っていました。それはですね、たまたまビデオカメラで自分の日誌を作るためにですね、自撮りしていたそのビデオの中に映り込んでいたというわけです。はい。で、全体で40分か50分の動画、ビデオダイヤルだったんですけども、後半部はややまばらになりましたけども、それでも100回以上ですね、もう後半部になってきますと疲れてしまってですね、数えるのも、まあ、面倒という言い方は失礼ですけども、まあ、最初の、ね、5分10分でドドッと出てきたもんですから、後半部はほとんど数えてませんけども、まあ、それでも100回以上その、まあ、その動画の中に映り込んでいました。で、それはそれなんですけども、その前に一つ話しておかねばなりませんけども、2016年の9月10月と大豪雨事件が起きました。その後なんですけども、
何かしら強い、まあ、そのなんて言いますか、思いに駆られてですね、11月28日の朝を迎えたわけです。カメラも新しいのを買って、それからカバンも2つ用意してという形で、まあ、その朝を迎えたわけです。で、その時に私はですね、やはりアンドレア・デル・ベロッキョの写真のを添えてですね、Welcome home と、at 4:30、4時30分と、11月28日というふうに書いたわけです。しかし、午前4時30分には何も起きませんでした。で、6時10分か15分前のことなんですけども、突然、Hey my god!という声が聞こえてきたわけですね。それはもう夢で聞くような声とは違います。明らかになんて言いますか、まあ、明らかにというのもおかしな話ですけども、要するに実体感のある声と言いますかね。はい。皆さんが大音響で何かの音楽を聞いた時のあの音ということになります。で、その声に叩き出されて、私は庭先に出て全体で20歩走っていなかったんですけども、そのぐるっと止まって、頭をですね、振り向いて、上げて振り向いたところに V 字型の UFO がホバリングしていましたという事件なんですよね。で、その時のことなんですけども、ずっと心に引っかかっていたのはですね、どうしてその時上の方がですね、今行くよと言ったか、その意味がわからなかったわけです。私は Welcome home と書いたんです。ようこそおいでくださいましたという意味で書いたんですよね。ところが、Welcome home というと、もう一つの意味があるんですよね。それは例えば、パーティーだとか何かのね、会の案内所に書くわけですけども、何々の時刻においでくださいという意味にもなるわけですね。私は、ようこそおいでくださいましたという意味で、Welcome home と書いたんですけども、4時30分においでくださいという、いわゆる勧誘の、まあ、メッセージにもなるわけです。で、それは知らなかった、忘れていましてね、翌年の2017年の2月にそれに気がついたわけです。そしてその私が書いたね、2016年の11月28日4時30分においでくださいとも読めるわけですよね。それに気がついたときに熱い涙がね、ポロポロってました。つまり上の方はですね、こういうことだったんですね。約束の時刻には遅れたけれども、これから行くから待っててねというふうに、まあ、そういう思いを込めてね、今これから行くからねということで、今行くよと言ってくださったんだというその思いがですね、その時初めて理解できたということになるわけです。まあ、解釈の違いということになったわけですけどもね。それから、まあ、2016年、まあ、ちょうど6年になるところなんですけどもね、その6年目にですね、今度は、まあ、今はまあその5月30日は6年目じゃなかったんですけど、ね、今のこの時点がですね、11月5日ですから、もうすぐ11月28日になるわけですけども、あとまあね、20日、23日で、その11月28日を迎えます。ちょうど6年後ということになるわけですけどもね。はい。まあ、何かがある、ある、ない。あまりそういうことは考えないようにしてますけども、要するに、まあ、そういう事件がですね、起きて、今回もその2回目ということになるわけです。やはりセントジェロームのね、写真はずっと貼ってあったんですけども、メッセージをその上に書き込みました。2022年7月31日、Welcome home at 4:30 a.m. 午前4時30分と書いたわけです。ところがそれ貼ったのはですね、2022年の5月30日だったわけです。そのメッセージを書いて貼ったのがですね。で、その翌日の2022年の5月31日に、今度はですね、まあ先ほど言いました、六条間の奇跡事件というのは起きるわけです。最初の5分10分の間に、まあ60回以上ですよね。その原本といいますか、オリジナル版といいますか、高画質版はですね、そのままそっくり私のホームページの方で皆さんにね、見ていただけるように、皆さん自身で検証していただけるように、そのまま、なんて言いますか、YouTube に貸してですね、紹介してますので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。で、ここから皆さんに話したいことなんですけどもね、今日朝起きた時にですね、その私はですね、まあ、以前からそれなおかしいね、なぜだろうって話は、ワイフとの私の間でしていました。というのはですね、この今回もそうなんですけども、ほとんど の、まあ、その小型 UFO はですね、右上から左下にスースー、まあ、ややバリエーションはありますけども、まあ、ほとんどがその方向で来るわけですよね。で、ある時私とワイフとは話したんですけどもね、どうして右上から来て左下に行くんだろうってことは話したことがあります。
今でもそう思ってました。昨日まではそう思ってました。つまり今5月31日 の、まあそのまあ、ちょうどたまたまその、写真が今出てますけども、つまりですね、その小型 UFO はですね、まあ、航跡をたどってみるとって全てじゃありません。真横に行くのもありますし、やや、まあ、上に上がっていく感じのもありますけども、そのほとんどはですね、今青い線で示してますけども、この青い線のようにですね、その航跡の方向に、つまりはその写真があったということです。それに気がつかなかったんですね。で、今朝、まあ、寝室からこの、書斎に来たときにですね、この部屋をざっと見たときに、まあ、アンドレア・デル・ベロッキオの描いたセント・ジェロームの、まあ、写真を見たときにですね、ドキッとしたんですね。そして瞬間、初めて気がつきました。で、私の部屋を今ちょうどこれからもそのまた飛んでいく様子がここに皆さんに紹介されますけど、紹介しますけども、いわゆるこの功績を逆にね、辿っていくと、まあ、写真の方に行くということですね、ほとんどが。ただこれ3次元のを2次元で写真で撮ってますから、遠近感がありませんから、その遠近感も計算しなければならないわけですよね。つまり近ければ大きくなるし、遠くなれば小さくなるというような遠近感がしっかりと計算できればですね、さらにその方向がよくわかるわけですけれども、今までね、わからなかったのは、例えば2020年の4月の UFO はですね、モニター画面を突き抜けてきて、そして前の方に、まあ、左前の方に消えていくといいますか、飛んでくるわけですよね。なぜそんなことをしたのかということなんですけども、あの時もずっとあのアンドレア・デル・ベロッキオのセント・ジェロームの写真はですね、ずっとそこに貼ってあるわけです。だから今初めて気がついたのはですね、実はそうした小型 UFO はですね、つまりはアンドレア・デル・ベロッキオの方から来ているわけです。で、今回はですね、まあ、2022年の4月31日置いてくださいというふうに、まあ、上の方が取られたかどうかは知りませんけども、私の方はそんな失礼なことは言いませんからね、ようこそ置いてくださいましたという歓迎の意味で、まあ、そのように書いているわけですけども、まあ、置いてくださいということになるとですね、上の方はですね、まあ、その7月31日ではなくてですね、5月31日に来てくださったということになるわけです。そして午前4時30分ではなくてですね、午後4時30分に来てくださったということになるわけです。まあ、つまりですね、2016年の時はですね、まあ、ひょっとしたらですよ、これは私のまあ勝手な解釈ですけども、あの2016年のね、今行くよ事件の時は、約束の時間に遅れたけれども、これから行くよと言って来てくださったということになるわけです。で、今回はですね、7月31日には何も起きなかったということを自分で確かめた上でですよ、今このように皆さんにお伝えできると思うんですけども、それまで黙っていようということで、その事件のことについてはほとんど皆さんが話してなかったんですけども、今回はですね、私の気持ち、監視解釈ですよ、あくまでも私の推察によればですね、まあ、上の方のまあ気持ちとしてはですね、2016年のね、11月には約束の時間には遅れたけれども、今度は遅れないように、その翌日、つまり私が紙を貼って5月30日に貼ったわけですから、5月31日に早めに来たよと、そして今度はですね、写真も撮っていいよというような感じで、カメラの前にですね、ちょうど4時30分ですねに姿を現してくださったということになるわけです。と同時にですね、今日気がついたのはですね、そうした UFO が飛んでくる方向を逆にたどってみるとですね、つまり右上から左下の方にその小型 UFO が飛んでいるという事実をですね、逆にその航跡をたどってみるとですね、まあ、その正確とは言えないんですよね。ほぼほとんどの小型 UFO がですね、今ちょうど見えている UFO もそうですけども、いわゆるセント・ジェロームの絵の方から来ているということですよね。これで、この私の部屋にね、飛んだ UFO がですね、誰によって、まあ、何のためにどうしてという、そのところまで疑問が解けたということになるわけです。まあ、誰ということになりますとね、つまりはセント・ジェロームということになるわけですけども、セント・ジェロームはセント・ジェロームではありませんね。あれはカインです。その証拠に、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた、セント・ジェロームの絵の中にはですね、61と27という数字が隠し込んでありました。61はユダヤのシンプルゲマトリアにいれば神です。27はユダヤの同じくシンプルゲマトリア。ほとんどはもうシンプルゲマトリアを使ってましたからね。ですから、ダ・ヴィンチの、あるいはミケランジェロ、あるいはそれは、いろんな画家がそういう数字隠し込んでますけどもね、ベロッキオもそう、ジョルジョ・バザーリもそうですね。ベロッキオは知りません。ベロッキオは書いてないと思います。私の知る限りね、まあ、ジョルジョ・バザーリなども、その一文字の書いている数字というのは、シンプルゲマトリアなんですよね。それで解釈すると、カインとなります。
そしてその会員は誰かというと、人間史の最高神の、つまりは会員キリストへとつながっていきます。ちょうど今に足のところに27という数字が隠し込まれていました。まあ、古代ヘブライ語ではですね、27と自由に読み替えてくるわけですよね。で、72、27、まあ、日本語でもそうですけどね、右左、昔は逆に書いてましたけどもね、要するに27イコール会員ということになるわけです。で、同じくこの数字、この一文字、これはミケランジェロの一文字ですけども、775027と書いてあります。77はキリスト、50は聖書の、そして27は今言いましたように会員となります。つまりキリストというのは聖書というところの会員ですという意味。ちょうど今皆さん下の方、右下の方をご覧になってください。まあ、そのように書いてあるわけですね。こうして謎が解けていった、イコール私のところに来てくださったのは誰かということが、まあ、謎だったんですけども、今朝解けました。実は私のところに小型 UFO で来てくださっていた方はですね、その時刻に、その日時に来てくださった方はですね、2022年の5月31日に来てくださった方はですね、つまり会員キリストだったということになります。会員キリストだったということになります。その途端ですね、その発見した途端にものすごい重いものを私は心の中で感じました。これは大変なことだというような意味でね、押しつぶされそうな重圧感を心の中で感じました。ドサーンときましたね。そのドサーン感というのは、まあ多分言葉では言い尽くせないと言いますか、まあ言葉で言ってもですね、皆さんには理解していただけないものだと思いますけども、その重さですよね。ドサーンときましたね。それはその思い、いわゆる想像を絶する重責感と言いますかね、そのありましたね。それで私はそのままゆっくり歩いて、胸が離れてますけども、台所の方に行けました。で、ワイフがですね、すでに朝食の用意を始めていました。で、私はですね、その話をしたんですけども、そのドスン感は、決して負担感とかそういうことではなくてですね、これは大変なことだというような意味でね、ドスンとした重圧感を感じました。そしてワイフの前でね、ワイフの前で、2016年の11月28日の時は、その、まあ、涙をこぼすということはありませんでしたけども、2017年の2月入ってからですね、そのウェルカムホームの意味がですね、上の方はどのように取ってくださったかというとですね、4時30分に置いてくださいというふうに捉えたわけです。私はただ簡単にね、置いてくださってありがとうございますという意味で書いたんですけどもね、上の方は私の指定した日時にね、遅れたけれどもごめんね、これから行くからねという意味でね、今行くよと言ってくださったというその意味がね、初めてわかりました。というのはですね、おかしな言い方なんですよね。今行くよという言い方はね、その場合、私がようこそ置いてくださいましたということに呼応してですね、今行くよっていうのはおかしいわけですよね。まあそれはいいんですけどもね、言葉の問題ですから。しかし、上の方はですね、4時30分に私が来てほしいという意味に捉えてですね、だから遅れたけれどもこれから行くよというふうに意味を込めてね、今行くよというふうにおっしゃってくださったわけです。それが分かったのが2017年の2月に入ってからなんですよ。事件が起きて3ヶ月後ですよね。その時も、おーっと私は泣きました。パラパラパラーと熱い涙がですね、止めどもなく出ました。そして今朝も、その重い心を感じて、そしてワイフにそれを告げた時にですね、私のところに来てくださったのは、カインキリスト、キリスト様なんだよ、ってことをワイフに告げた時にですね、パラ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 ーと熱い涙が止めどもなく出てきました。まさに神とのはですね、感動の連続だということです。で、私はしばらくね、自分が冷静になるのを待って、そして私はワイフにこう言いました。
僕はね、神を信ずると言いながらも、最後の 0.01%、0.00001% の部分で、まだ迷っているんだよって。そういう自分が情けない。そういう自分がたまらなく小さな人間に見えるよって。そのようにワイフに伝えました。そしてどこかでやっぱり、その 0.00001% の部分で、なんて言いますかね、疑っているというよりも、隙間があるということですね。しかし、今朝、そのドサーンという重いものに押しつぶされて、そうになった時にね、そういう自分の在り方というものを深く反省しました。はい。私のなすべき仕事はもう決まっている。決まったということになります。その重責感ですね。を皆さんにお伝えしたくてですね。今日ビデオ代理を作りましたと同時に7本ね、急いで、まあ数だけ他の動画を出しながらですね、今日はギリシャ彫刻の、をあちこちから集めましてね、出しました。まあこの動画はですね、ほとんどコマーシャルがつけられないものばかりです。YouTube 社の方でね、コマーシャルを載せるのに不適切な動画だっていうふうになってますからね。まあ誤解なんですけどもね、いわゆるまあなんて言いますか、一般の世界でいうスケベ動画と誤解されているわけですよね。まあそれは横目で見ながら、そして2時間ほどかけてですね、今ご覧いただいている動画、まあこれから皆さんにその動画をご覧いただきますけども、その動画を制作しました。私の心は感謝の念でいっぱいです。と同時に、まあこれほどまでのね、感動を覚えることができたということについてね、上の方に心から感謝しています。素晴らしいことだと思いますね。本当に素晴らしいことだと思います。つまり、上の方との、なんだかよくわからないんですけども、上の方との、それはですね、まさに日々に感動の連続だということです。では今日のビデオであり、これで終わります。その、今朝作りましたと言いますか、先ほどアップロードしました4095-005ですね。この後につなげておきます。どうかご覧になってください。カイン・キリスト、イコール、UFO とつながったということです。こうして、UFO と神、神と UFO がですね、物的証拠として今日つながったということになります。カイン・キリストと UFO がつながったということになります。バイ。On May the 31st, 2022, at 4:30 p.m., the incident occurred. There flew around more than 100 small UFOs in my study room. I call the incident the miracle of the six tatami mats because it occurred in my tiny study room. The video you're watching now was taken on my video camera by chance at that time. 2022年5月31日午後4時30分のことです。私の部屋の中を100回以上も小型の UFO が飛び回るという事件が起きました。私の狭い6畳間の書斎の中で起きた事件なので、私はその事件を6畳間の奇跡と呼んでいます。今ご覧いただいている動画が、その時偶然私が撮影したものです。広林、浜松市、ジャパン、November the
On May the 30th, the day before the miracle of the six tatami mats, I wrote a message to the person high above us, whom we may call God. This is the second message I wrote to him in my life, following the so-called by me, I'm visiting incident on November the 28th, 2016. In that May 30th, 2022 message, I wrote, together with a photograph of Saint Jerome painted by Andrea Del Verrocchio, as follows. I am waiting for you at 4:30 a.m. on July the 31st, 2022. As a matter of fact, I wrote, welcome home at 4:30 a.m. on July 31st, in English. Then, at 4:30 p.m. on May 31st, 2022, the next day, the miracle of the six tatami mats occurred. その六畳間の奇跡の前日の5月30日に、私は上の方に対して、つまり私たちが神と呼ぶその方に対して、一枚のメッセージを書きました。2016年11月28日の今行くよ事件に続いて、2枚目のメッセージということになります。その5月30日のメッセージには、私はこう書きました。アンドレア・デル・ベロッキオの書いた聖ジェロームの写真とともに、2022年7月31日、31日、午前4時30分、4時30分にあなたをお待ちしていますと、英語で Welcome home at 4:30 a.m. on July the 31st と書きました。で、その翌日の2022年5月31日の31日の午後4時30分に、4時30分に六畳間の奇跡事件が起きました。Here then, ladies and gentlemen, I would like you to look carefully at the fact.That most of the small UFOs that are flying in my room are flying from the upper right to the lower left. Again, from the upper right to the lower left. This is important. So, please check it again. Most of the small UFOs which are flying in my room are flying from the upper right to the lower left.However, I did not understand for more than 5 months after the incident the reason why. ここで皆さんに注意深く見ていただきたいのは、私の部屋の中を飛び回る小型の UFO 群のほとんどが右上から左下、右上から左下に向かって飛んでいる点です。ここが重要ですから、もう一度確認してください。小型の UFO 群のほとんどが、右上から左下、右上から左下に向かって飛んでいるという点ですが、私には
その理由がその事件から5ヶ月以上もの間わかりませんでした。But this morning, when I entered my study room, November the 5th, 2022, I understood almost all of a sudden why this photo here shown is the one of my study now. The picture was taken this morning, but the message and the picture on the wall on May the 30th, 2022 has been still there.As you see now. So, this morning, I found out why the small UFOs are flying from the upper right to the lower left. In other words, the small UFOs are flying from the center point of the photograph of Saint Jerome towards my desk. が、今朝2022年11月5日の朝のことですが、私が私の書斎に入ったとき、その理由が突然わかりました。この写真は私の書斎の現在の写真です。撮影したのは今朝のことですが、2022年5月30日に壁に貼ったメッセージがそのまま残っていました。で、今朝、なぜ小型 UFO が右上から左下、右上から左下に向かって飛んでいたかが分かりました。つまり小型 UFO 群はアンドレア・デル・ベロッキオのセント・ジェロームの写真の中心点から私の机の方に向かって飛んでいたのです。Saint Jerome, drawn by Andrea del Verrocchio, and Saint Jerome, drawn by Leonardo da Vinci, are the same person, although there is a slight age difference. And in the picture of the Saint Jerome by Leonardo da Vinci, there are written and hidden two numbers, 61 and 27. 61 stands for God in Jewish Gematria, and 27 stands for Cain, also in Jewish Gematria. And about Cain, Michelangelo Branuti wrote in the same way three numbers, 77, 50, 27, in the painting entitled The Battle of Cascina. Decoding these numbers in Jewish Gematria reads,Christ the King of the Bible. アンドレア・デル・ベロッキオの書いた聖ジェロームとレオナルド・ダ・ヴィンチの書いた聖ジェロームは少し年齢差がありますが同一人物です。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチの書いた聖ジェロームの絵の中には隠し数字で61と27という数字が書き込まれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味し、27は同じくユダヤのゲマトリアではカインを意味します。そしてそのカインについてミケランジェロ・バノルティはカッシナの戦いと題された絵の中で77、50、27と書いています。この3つの数字をユダヤのゲマトリアで解読するとキリストは聖書のカイン、
つまり聖書でいうところのキリストというのはカインですという意味になります。I, Hiroshi Hayashi, thus determined that it was Lord Cain, Cain the Christ, who came to my study room on May the 31st, 2022. So, this is a conclusion of this video. Once again, I repeat, I, Hiroshi Hayashi, thus determined that it was Lord Cain,Cain the Christ, who came to my study room on May the 31st, 2022. 私、林博士は、こうして2022年5月31日に私の書斎にやってきたのは、主なるカイン、カインキリストであると判断しました。これがこの動画の結論ということになりますので、もう一度繰り返します。私、林博は、こうして2022年5月31日に、私の書斎にやってきたのは、主なるカイン、カインキリストであると判断しました。
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But then you come, and I'm filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity. When I'm down, and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Kimochi ga ochikonde, kokoro ga tsukaretara ne, kurushii toki ya sore ni辛い時にはね、私はじっとして静かに待つようにしているよ。あなたがやってきて私のそばに座ってくれるまでね。あなたが私を励ましてくれるんだよ。だから私は山の上にも立つことができるんだよ。あなたが私を励ましてくれるんだよ。だから私は嵐の海の上を歩くことができるんだよ。私がね、あなたの肩の上にいるときはね、私は励まされ、自分以上の私になることができるんだよ。孤独でない人生なんてないんだよ。その時々においてジタバタしているから、みんな中途半端で終わってしまうんだよ。でもね、あなたがやってくると私は不思議で満たされるようで、時々そんな時、その向こうに私は永遠を見るんだよ。気持ちが落ち込んで心が疲れたらね、苦しい時やそれに辛い時はね、私はじっとして静かに待つようにしているよ。あなたがやってきて私のそばに座ってくれるまでね。広し林Hamama City, Japan.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But then you come, and I'm filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity. When I'm down, and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.